メラニー・ブラウンは、イギリスの女性歌手、女優。スパイス・ガールズのメンバーとして知られ、スケアリー・スパイスの愛称で親しまれる。アーティストとして、活動の際は、メラニー・ビーでリリース。メルビーという略称でも知られる。身長165。イギリスのヘア・ヒルズにて誕生。母親は、白人のイギリス人。父親は、ネイビス島出身の黒人。 女優のダニエル・ブラウンは妹。高校では舞台芸術を学び、卒業後はリゾート地でダンサーとして活躍。新聞で女性グループのオーディション募集広告を見て応募。スパイス以前はタッチとして活動していた。1996年にデビューしたスパイスガールズは初めてのアルバムスパイスが世界中で大ヒット。 メンバーの中で唯一黒人の血が入っている彼女は、メンバーの中でも異色で、ジェリー・ハリウェルと共に、グループの中心的存在であった。またメラニー・チズムと彼女は、メンバーの中でも歌唱力を買われ、ソロのパートが多い。1998年に、ミッシー・エリオットをフィーチャリングしたシングルアイ・ウォンチュー・バックが、見事、全英1位になる。 これが彼女のソロデビューシングルとなる。その後2000年にソロアルバムを発表。ヒット曲もいくつか生まれた。2005年にセカンドアルバムをリリースするが、セールス的には惨敗。音楽活動に見切りをつけて、アメリカ合衆国に拠点を移し、女優として活動も始める。ケリー・ローランド主演のザ・シート・フィラーなどに出演している。2007年6月、ついに、 スパイスガールズ再結成が決まり、ジェリーの脱退以降初めて5人が揃うことになった。2007年9月、アメリカの人気テレビ番組、ダンシング・ウィズ・ザ・スターズのシーズン後にマクシム、チャメル・コースキーとペアを組み参加。シーズン中、出場者内の最高得点を記録し、決勝戦まで勝ち進んだ。2007年11月27日、シーズンファイナルにて、 完璧なダンスで高得点をマークしたが、惜しくも、エリオ・カストロネ・ベスワンド、ジュリアン・ハフペアに敗れ、2位という結果に終わった。ベトナムで開催された、ミス・ユニバース2008の司会を、ジェリー・スプリンガーと共に務める。現在サードアルバムの準備中で、ミッシー・エリオットが、参加予定とのこと。2000年代後半以降、主に、アメリカやオーストラリアでの活動に重点を置き、 メルビー、イッツ、エースケアリーワールドという、自身のリアリティショーの番組も持っている。2012年8月、ロンドンオリンピック閉会式にて、スパイスガールズとして、人夜の再結成パフォーマンスを行った。バナビーとスパイス、アップユアライフの2曲のパフォーマンスを行い、ロンドン名物のタクシーで会場に現れ、5台のタクシーの上に5人がそれぞれ乗って、 城内を駆け回るパフォーマンスで盛り上げた。2013年、再び、ミスユニバース2013の司会を務める。アメリカズ・ガット・タレントの審査員にも抜擢され現在、スパイスのメンバーでは一番海外で活躍している。1998年にジミー・グルザールと結婚し、一条を設けるが、2001年に離婚。 2007年4月にエディ・マウフィとの間にできた女の子を出産。しかし、当のエディがそれを否定。その後、血液検査の結果エディが父親であることが判明。世論はメラニーに同情し、エディはその対応で非難される。同年6月に映画プロデューサーのスティーブン・ベラフォンテと結婚。3人目の女の子を2011年9月に出産。 2014年12月、15年前に受けた目の、レーザー治療により片目が失明しているとの発表を、した。2017年3月、ベラフォンテとの離婚を申請。メラニージーとしてリリース。ありがとうございます。